皆さんこんにちは、自称オルゴルダーヒロゲー。はい、今回動画のタイトルの通りなんですけど、私ヒロゲーから3つほどお知らせがあります。まず1つ目は、これ買いました。ちなみにこちらはトイザラスのセールで6000円で買いました。ちなみにクレーン車は10月までには買おうと思っております。続いて2つ目なんですけど、私ヒロゲー久しぶりにコンペに参加したいと思います。私ヒロゲーは、一応変形合体レゴロボコンという、結構偉い前の、コンペ主催やってたんですけど、ちょっとあれ以来、いろいろあってコンペやらなかったんですけど、まず今回はコンペの参加者として出ようかなと思っております。ちなみにそのコンペの名前はワクワク爆上げ LINE チャットレゴ好き集合です。とりあえずコンペの概要なんですけど、自分自身の最高傑作のレゴ作品をハッシュタグレゴ好き自信作コンペと投稿して、これで参加完了になります。で、開催期間が9月の21日から9月の30日です。で、参加資格はレゴが好きだったら誰でも OK で、今回スタジオも可能で過去作品も可能です。こんなこと言うのもあれなんですけど、X のレゴのコンテストって、結構フレンドリーな感じに見えて、実は結構割と差別だったり、仲いいグループから迫害されたりすることって、結構こうあったりするんですよね。実は私主催の変形型レゴロボコンも本当は2年前か1年前に4回目やろうと思ってたんですけど、ちょっと某ロボットグループから誹謗中傷だったりとか、ちょっと差別的なことされたりして、ちょっとコンテストはもういいかなって思ってたんですけど、私白井のブルーマンさんは JBF も活躍されてましたし、11月に開催される四国ブリックランドも参加してくれて、基本的には私と結構付き合いの長い人なんで、今回の四国ブリックランドもそのブルーマンさんから一からずっと立ち上げてくれた方なので、結構信用できる方なので、 X のアカウントを持ってる人はぜひ今回のコンペに参加してくれたらなって思っております。で、今回のコンペなんですけど、参加人数に応じて優勝商品が決まって、確か30人か50人以上集まったらなんか1万円分のレゴくれるみたいなので、ちょっと私もちょっと積極的に参加したいなって思っております。一応そのコンペに向けて新しい作品作っているんですけど、多分おそらく9月には完成はしないかなって思ってるんで、もし間に合わなかったら、とりあえず過去作品でも出そうかなって思っております。ということで、ブルーマンさん主催のレゴ好き集合のコンテストの概要は僕の動画の概要欄やブルーマンさんの動画にありますので、気になった方はぜひ参加してみてください。はい、そして最後3つ目なんですけど、皆さんもご存知かと思うんですけど、11月の23日と24日に徳島動物園でレゴ展示会を開催します。はい、昨年に引き続き、私の地元徳島県で、レゴ展示会を開催します。ちなみに去年は徳島ブリックランド、略して TBL だったんですけど、今回はもう幅を広くして、四国ブリックランド SBL にしました。おそらくなんですけど、動物園でのレゴ展示会は多分世界初なんじゃないかなって思っております。ちなみに今回の SBL なんですけど、去年よりビルダーさんの人数は倍以上増えております。で、さらに言いますと、今回はちょっといろいろ新しいこともやってみようと思っていますので、レゴを知らない人にとっても絶対楽しいイベントになりますので、皆さんぜひ来ていただければと思います。で、今回の SBL なんですけど、グッズを作りました。グッズとは言っても風に運営管理のスタッフが着る T シャツぐらいなんですけど、それも私がデザインしました。とりあえずお見せしたいと思います。それがこちら。はい、こちらが私がデザインした SBL の T シャツでございます。簡単に言えば四国を 2×4 のブロックでこんな感じで再現しました。ちょっとこれ言い忘れてたんですけど、 SBL は11月の23日と24日に徳島動物園の動物園センターで開催されます。今回はレゴの作品展示以外に、グッズ販売だったりとか、いろいろ楽しいイベントも開催しますので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。で、今回の動画で紹介したこちらの SBL T シャツなんですけど、数は少ないんですけど販売したいと思います。ちょっと SBL まであと2、3ヶ月ぐらいありますので、ちょっとそれに向けていろいろ頑張りたいなって思っております。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。